皆さんこんにちは。KDDI アメリカメッセージンググループの堀です。今回の動画では、前回の動画でご説明したサービス概要の続きとなります。今回の動画ではチャプター2ということで、本サービスのより詳しいサービス機能についてご紹介していきたいと思います。少しおさらいになりますが、本サービスですね、8つのチャンネルと6つの機能、こちらをご利用いただけると、前回の動画でご説明したと思います。はい、で今回はこの6つの機能の方にフォーカスしてお話を進めていきたいと思います。実際のサービスの操作画面などを交えてご紹介させていただいて、具体的なイメージとサービスの理解を進めていただければと思います。1つ目の機能としてブロードキャストがございます。こちらは一斉送信機能となっておりまして、一度にたくさんのエンドユーザーにメッセージを届けることができる機能となっております。ご利用のイメージとしては、SMS、テキストメッセージでのプロモーションや、あとは商品告知、またメールマガジンなど、マーケティングでのご利用方法が一般的となっております。で、こちらですね、実際にポータルの画面を使って、どのように機能がそれぞれですね、ご利用いただけるのかっていうところをご紹介したいと思います。で、まずはじめにブロードキャストをですね、こちらは今、ブロードキャストを作成する画面を表示させていただいているんですけども、簡単にここでですね、チャンネルを選んでいただいて、あとはここ宛先と、あとはその発信元の番号をですね、選んでいただいて、あとはその内容ですね、これはもう文字で入力いただけるんですけども、決めていただけますと。であとは各種、オプションっていうのを選択いただいて、あとはですね、内容が決まったら、プレビューボタンを押していただきますと。そうすると、画面が遷移して、このような形で最終的にこうメッセージがどのように見えるのかっていうところを確認することができるので、確認ができたらあとはこのローンチボタンを押していただくだけで実際に一斉送信機能を使っていただくことができます。はい、で、E メールの場合も同様にブロードキャストを使う場合はこの画面で操作いただきます。先ほどと同じように宛先と発信元のアドレスを設定いただいて、あとは件名ですね。ここ設定いただきましたら内容の作り込みになります。で、3パターン内容の作り込みございまして、こちらの E メールですね、基本的には HTML ベースのメールを送信いただけるんですけども、ゼロから作っていただく方法と、あとは、テンプレートですね、こちら標準で装備されておりますので、そちらを活用して作っていただく方法。あとは、直接 HTML のファイルを、アップロードして、内容を作る方法がございます。で、テンプレートなんですけども、こちらはですね、利用用途に合わせてテンプレートをご活用いただけますので、例えばニュースレターを使いたい場合ですとか、あとは、レビューのフォームとかですね、いろいろこう用途が分かれていて、こういったですね、テンプレートももちろん標準で使っていただける、そういった形になっております。2つ目の機能として、モーメントという機能がございます。こちらはですね、メッセージングシナリオを作成する機能となっております。エンドユーザーですね、メッセージの受信者が取ったアクションや、そのエンドユーザーの属性に応じたメッセージ配信や、コミュニケーションが可能になる機能となっております。具体的なご利用のイメージとしては、カスタマーセンターの自動音声ですね、実際にこうカスタマーセンターに電話をして、自分のこう困りごとによって事象を切り分けてくれるなんていうサービスがあると思うんですけど、ああいったものももちろん作成することができますし、あとは SMS のサーベイですね、何かこうサービスを使った時に企業からこのサービスどうでしたかっていう、こう満足度を調査するアンケートなんてのも作ることができます。非常にこう汎用性の高い機能として理解いただければと思います。はい、というわけで2つ目の機能、モーメントの作成機能に移りたいと思います。で、こちらは実際に作成する画面なんですけども、メッセージングシナリオ、コミュニケーションフローを作成する機能として、まずはですね、もちろんゼロから作っていただくこともできますし、あとは、テンプレートですね、ご利用用途に合わせたテンプレートももちろんご用意しております。例えばウェルカムメッセージですとか、先ほどご紹介したような、IVR のフローのメッセージですね、自動音声のフロー、こういったものも、いろいろですねご用意しておりますので、ご利用いただくことができます。はい、で、こちらが実際の自動音声機能を使ったコミュニケーションフローのテンプレートになります。作り込みは至ってシンプルで、実際にはですね、このようにダイアログボックスと線をつないでメッセージングフロー、コミュニケーションフローの作り込みをしていく、そういったイメージになります。
まあ、この場合ですと、実際に受電があった場合に音声を再生すると、まあ、こういうふうなアクションを取りますよっていうのを段階ごとにどんどん作り込みをしていって、まあ、自動音声のフローを作っていく、まあ、そういった形になります。で、基本的には特殊な知識っていうのは一切いらなくて、マウス一つでドラッグとクリックをして内容を決めて作り込みをしていく、まあ、そういったイメージになります。はい。で、3つ目の機能としてカンバーセーション機能がございます。こちらは前の2つのブロードキャストやモーメントが、まあ、機械的に、まあ、基本的にはですね、システム上でメッセージ配信ですとかコミュニケーションを提供する機能に対して、まあ、この機能はですね、まあ、実際に人とがですね、リアルタイムでチャットや音声で対話する、まあ、そういった機能になっております。まあ、こちらの機能はですね、実際に、カスタマーセンターを想定して設計されておる機能となっておりまして、まあ、利用イメージとしてはカスタマーセンターでの、まあ、オペレーターの方が、お客様対応でご利用いただく、まあ、そういった機能となっております。はい。で、こちらがカンバーセーションの操作画面になります。まあ、実際に先ほどお伝えした通りオペレーターの方が操作して、お客様と実際にチャットですとか音声対応をしていただく画面になります。で、こちらは今チャットのサンプルを実際に見ていただいているんですけども、まあ、こちらからですねメッセージを発信してお客様から今返信が返ってきているという状態になります。実際にここのダイアログボックスの中に、メッセージを打っていただいて会話チャットしていただくというようなイメージになります。で、こちらの右側の画面ですね、いろいろこう内容を記録したりですとか、あとはですね、メモですね、例えばこのお客様がどのようなことにお困りだったかっていうのをこうメモも残すことができるので、実際に同じお客様からご対応があったときに、問い合わせがあったときに、まあ、この方は以前こういったことでお困りだったんだっていうのは、そういったメモもですね、会話中にご確認したりすることができます。はい。で、実際にこちらが音声でお客様と対応している場合のポータル画面になります。実際にですね、PC 上でこちらも操作いただけますので、例えばスカイプですとか、Teams みたいな、まあ、ビデオ会議ツールとかあると思うんですけど、そういったものと同じような感覚で使っていただくことができます。はい。で、こちらのカンバーセーション機能なんですけども、実際に人と人とが対話したりチャットする機能に加えて、カスタマーセンターの管理者向けの機能もございます。まあ、実際にどういった機能かというと、こちらですね、今画面の方でキャプチャーさせていただいてるんですけども、例えば全体の進捗どれぐらいかかってますのっていうのをこう見ていただくことができたりですとか、あとは入電があってから何秒以内に応答できてますよといった、まあ、こういったですね、細々としたデータもですね、ご活用いただくことができます。はい。で、それに加えてですね、各エージェント、まあ、オペレーターの方の、スタッツなんていうのもですね、確認いただくことができるので、まあ、実際のカスタマーセンター全体のですね、業務改善、まあ、そういったことに使っていただけるようなデータを管理していただく、まあ、こういった機能も備わっております。はい。で、4つ目の機能としてはアンサーがございます。まあ、こちらは一般的によく利用されているチャットボットをイメージしていただければと思います。まあ、企業様に寄せられる、まあ、よくある質問を、まあらかじめこのチャットボットの中に組み込むことによって、まあ、自動的に問い合わせに対する回答ですとか、ソリューションをご提供対応する機能となっております。まあ、最近ですと例えば企業様のホームページ上にこうチャットボックスがあって、そこにこう何か打ち込むとチャットボットが反応して質問に答えてくれたり、お困りごとに対応してくれる、まあ、そういったサービスもございますし、あとは LINE などのアプリでもですね、こういったチャットボットをご利用いただけるシーンが増えてきていると思います。まあ、そういった類の機能を使っていただくことによって問い合わせの対応を効率化、まあ、ここを図ることができます。はい。で、こちらがチャットボットの作成画面になります。で、基本的にはですね、先ほどご紹介したようなブロードキャストですとか、モーメントと同じように、基本的にはマウスと、あとはクリック&ドロップ使って作っていただく、まあそういったものになりますと。で、詳しい作り方ですね、作り込みの方は、今回はですね、割愛させていただくんですけども、まあ、この左側にあるようにですね、先ほどお伝えしたようにチャットボットのメリットとしてよくある質問を効率化できるというところがあるので、まあこういった形で、よくある質問に対する答えをですね、あらかじめ設定しておいて、チャットボットを作り込んでいく。まあ、そういったイメージでございます。
でもちろんですね、シミュレーターもございますので、作り込みが終わった後にですね、このように、画面上で実際に、動作を確認していただくことができます。5つ目の機能としてアナライズがございます。こちらは、配信したメッセージですとかチャット、あとはその会話の記録ですね、そういったログを管理して、レポーティングする、そういった機能になっております。具体的には例えば、SMS で配信したメッセージの開封率ですとか、E メールに添付しちゃった URL のクリック率などですね、そういったものに加えて先ほどご紹介したカンバーセーションでの、会話した際のですね、音声など、そういった多岐にわたるデータを、ポータル上で確認することができます。でもちろんですね、こういった類のデータを例えば CSV ファイルなどに、抽出することも可能になっております。でご利用のイメージとしては基本的にはこういったデータを管理する機能になっているので、例えばマーケティング E メールを送った際の例えば効果測定ですとか、あとはカンバーセーションの会話ログを活用した顧客対応の改善など、そういったところでですね、ご利用いただけるというふうにイメージしていただければいいかなと思います。はい、でこちらがアナライズの画面になります。先ほどお伝えしたようにですね、こういった形で、実際にメッセージを配信した際のログっていうのをこちらの方で管理いただくことができます。はい、でこちらの例えばメッセージですと、しっかりと配信されている、デリバードのステータスになっていることがわかります。先ほどお伝えしたようにですね、こちらのデータはエクスポートを使っていただいて、Excel ですとか CSV ファイルに変換することも可能です。はい。で、実際にログを見るだけではなくて、お客様の任意の条件によってですね、データ自体をレポートとして作成することができます。いろいろ機能があるので、こちらちょっとハイライトさせていただきたいんですけども、例えば、いろいろなカテゴリーがある中で、パフォーマンスっていうところを押していただくと、先ほどお伝えしたようなですね、例えばここで言うと、Clicks by URL and Recipients。こちらはですね、誰がその URL をクリックしたかなんていうような形で条件を相当していただいて、実際にレポーティングすることも可能になっております。こういったものを使っていただいて、自社のマーケティングの改善ですとか、先ほどお伝えしたようなカスタマーセンターのですね、会話のログも使って、お客様の満足度を改善していくと、顧客対応を改善していく、そういったことに使っていただくことができる機能になっております。はい、で最後に6つ目の機能として、People 機能がございます。こちらは配信先の情報を管理する機能となっております。電話番号ですとかメールアドレス、そういったエンドユーザーの基本的な情報に加えて、任意の情報をですね、追加したり、任意の条件でグルーピングしたりなど、いろいろカスタマイズすることができる機能になっております。でこちらの登録方法なんですけども、プラットフォームへもちろん直接登録いただくこともできますし、あとは事前に CSV でお客様のリストを作ってそちらを投入することもできます。であとはですね、企業様の CRM とのですね、API 連携も可能になっております。はい、でこちらが People の画面になります。実際に送り先の情報を管理して確認いただく画面になるんですけども、このようにですね、名前とあとは、連絡先情報が表示される、そういった形になっております。でもちろんですね、このアドパーソンというところから行っていただくと、直接プラットフォームにお客様情報を打ち込んで登録することもできますし、あとはインポートピープルからですね、実際に事前に Excel ファイルなどでお客様リストを作っていただいて、このプラットフォーム上に直接登録していただくこともできます。で、こちらの左上のですね、セグメントですとかタグを使っていただくと、任意の条件ですとか、任意のグルーピングをして管理いただくことももちろんできます。はい、というわけで今回の動画では、オムニチャンネルメッセージングサービスのサービス機能について詳しくご紹介させていただきました。次回の動画ではですね、実際のお客様事例を交えて、この機能をどういうふうに活用して、課題を解決していくか、どのようなソリューションをお客様に我々がご提供できるか、こういったところを詳しくご説明させていただきたいと思います。